ネナド・クルスティチッチは、ユーゴスラビア・ベオグラード出身のサッカー選手。レッドスター・ベオグラード所属。ポジションはミッドフィールダー。セルビア代表。ローク・ベオグラードでキャリアをスタートさせ、2008年9月に18歳で、イタリアの UC サンプドリアへ移籍。ところが、加入間もない11月に、悪性リンパ腫が見つかり、長期間の闘病生活を強いられることになった。この困難を克服し、約1年半後の2010年4月にユースチームの試合で復帰。2010から11シーズンには、UEFA ヨーロッパリーグの試合で、トップチームデビューを果たした。2015年2月2日、セリエ B のボローニャ FC へ期限付き移籍した。2016年7月18日、UC サンプドリアとの契約解消を発表。同年7月25日、スペインのデポルティーボ・アラベスと2年契約を交わした。2017年8月23日、レッドスター・ベオグラードと2年契約を交わした。2019年1月4日、エック・アテネ FC に移籍した。アンダー世代のセルビア代表としてプレー。2012年10月に、シニシャ・ミハイロビッチ監督が率いる A 代表に初招集。2013年2月6日のキプロス戦で A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。